カルバーシティはアメリカ合衆国のカリフォルニア州にある都市である。ロサンゼルス軍西部に位置し、2010年の国勢調査では人口が38,883人となっている。西にサンタモニカ、東にロサンゼルスが隣接し、大半はロサンゼルスに囲まれるが、ロサンゼルス軍の自治体として認可されていない地域と境界を共有する。現在の市長は、 クリストファー・アーメンタで、市長の任期は1年である。市議会は月に2回開かれる。カルバーシティが市として成立して、以来、隣接領域の40以上の合併が行われ、現在の面積は約5平方マイルとなっている。1920年代以来、カルバーシティは映画産業の中心として栄え、後にはテレビプロダクションも多く所在した。MGM の拠点でもあった。 また、1932年から1985年まで、ヒューズエアクラフトの本社も所在した。現在は、ナショナルパブリック、ラジオと、ソニーピクチャーズエンタテインメントの本社が所在する。NFL ネットワークのスタジオも所在する。現在、カルバーシティ市を構成する地域は、トングバ族のホームランドであり、8000年以上前から、同地に存在していた。市は、 主としてランチョラバローナ、ランチョリンコンデロスブエース、ランチョラシェネガオパソデラティエラに設立された。南北戦争中の1861年から62年にかけてキャンプラザムがジェームズ・ヘンリー・カールトン大佐率いる第一カリフォルニア不評連隊及びベンジャミン・フランクリン・デイビス中佐率いる第一カリフォルニア騎兵連隊によって設立された。キャンプの名は カリフォルニア州選出上院議員のミルトン・ラザムにちなんで命名された。キャンプ・ラザムは北軍兵士の訓練場及び南カリフォルニアにおける作戦活動の拠点となった。位置はランチョ・ラバローナ、バローナ・クリークの南岸に位置し、現在のジェファーソンとオーバーランド・ブルバードの交差点の位置である。キャンプは後にキャンプ・ドラム、後のドラム・バラックに移転した。 カイズカ氏との姉妹都市提携は、東洋の魔女として知られていた日望カイズカ女子、バレーボールチームが1962年の世界バレーボール選手権大会の起路に、ロサンゼルスで親善試合を行い、カルバーシティから招待を受け歓迎されたことがきっかけで1965年4月に締結され、学生の相互派遣などの交流が行われている。また、 市役所には貝塚から寄贈された布団太鼓が展示されている。小学校では日本語教育が実施されているところもある。ありがとうございます。